はい、皆さんこんにちは、やるやんチャンネルの大和です。今回の動画はニーロー、バーバラ、そして三五宮ココミ、この3人の中で北条の核を一番大量に生成できるのは誰かということを検証して調べていきたいと思います。この2人を選出している理由は、ニーローの特殊化合化である北条の核を主軸としたパーティーの中で現在相性が良いキャラがこのバーバラと三五宮ココミの2キャラだからです。北条の核はニーローのスキルによって付加できる金杯の北条状態のキャラが開花反応を起こした時にだけ発生する特殊な開花反応で、普通の草幻覚とは違ってすぐに爆発し、攻撃範囲も2倍以上に広くなります。北条の核は最大で5つまでという制限はありますが、本当にすぐに爆発するためこの制限があまり気にならなく、元素の付着頻度が高いキャラとの相性が良くなっています。しかしその分自傷ダメージも相当痛いので回復が必須となってきて、付着頻度が高く、そして回復もできるキャラというのがバーバラとココミということで相性が良いということですね。では草側のコレイと主人公も検証した方が良いのではという意見もあると思いますが、開花反応の仕組みとして草元素の方が残りやすいという性質があり、水側で開花反応が起こることが多いため、今回は水側だけの検証にしています。もちろん水側の付着頻度が高ければ草側でも起きるので、そこはご注意ください。では北条の核を誰が一番生成できるかということを検証するためにこれを利用しました。ぴょんぴょんキノコくんです。常時草元素が付着している状態のぴょんぴょんキノコくんに水元素を大量に付着させて北条の核を生成させます。そもそもぴょんぴょんキノコくんが通常の敵と同じ原理なのかということはやはり気になりますよね。まず知っていていただきたいのは、開花反応で草幻覚や北条の核が生成される数はキャラの元素付着効率とイコールということです。もちろん開花を起こさせるための水か草元素の下地がついているという条件はありますが、これはアビスのバリアと比べてみると分かります。アビスのシールドは元素が付着した時に削れていくため、キャラの元素付着効率を調べるのにとても便利です。バーバラで試してみると、元素スキルを発動した時に2回付着されて、その後は一定間隔で水元素を付着しているのが分かります。では同じくぴょんぴょんキノコくんでも試してみると、元素スキルを発動した時に2個生成されて、その後は一定間隔になっていますね。これでぴょんぴょんキノコくんでの検証が問題ないことが分かったと思います。で今回試したのはこちらの攻撃パターンの組み合わせになります。ほぼ全ての攻撃パターンでスキルを発動してから終わるまでの時間に生成される北条の核の個数をカウントしていきます。さらにおまけとして、ニーローのスキル3段目を全部にした時に発生する水縄と組み合わせた場合にどのくらい発生するかも調べました。また前提条件として敵は単体ということにしています。はい、ということで早速ですが調べていきたいと思います。調べてる様子なんですけれども、ちょっとねあまりにも地味すぎたので今回は全てカットしました。ということで早速ですが結果を見ていきます。なんと1位はバーバラで、スキルプラス通常 1,2 段プラス銃撃が20個で最大となりました。ココミも同じくスキルプラス通常 1,2 段そして銃撃というのがココミの中で最大になりましたが、個数は16個とバーバラには遠く及びませんでした。ニーロー自体は全部の水縄を発動させると通常で水元素付着できなくなるので7個という結果はまあこちらはしょうがないですね。おまけとして検証したニーローの全部の水縄効果を入れた場合でも、バーバラのスキルプラス通常 1,2 段プラス銃撃が23個でトップとなりました。元素付着効率の高さがそのまま結果に影響したみたいですね。ちなみにですが、北条の核がたくさん生成できるからといってそれが強いかどうかはまた別の話となります。というのも、
現在クサゲンソサポーターの付着効率で一番高いコレイとクサ主人公の元素爆発の両方を発動した状態に対して、宝条の核生成効率がトップの攻撃パターンは水付与頻度が高すぎて水が下地となり草元素側で開花反応を起こすようになります。その場合コレイか主人公の元素熟知を参照するので、このどちらかの元素熟知を盛る必要があります。誰の元素熟知の値を上げるかは敵の位置や数、そして攻撃パターン、攻撃頻度、攻撃の範囲によって変わってくるので、今のところ全員の元素熟知をある程度持っておくと、それらに左右されず敵に大ダメージを与えることができるので、安定感があり、とてもおすすめです。しかし今のバーバラ以上に草元素を付着できるキャラが登場すれば、今回の20個オーバーの宝条の核が生きてくるので、新キャラの登場がね、ほんと待ち遠しいですね。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、さようなら。